趣旨の説明を私の方からさせていただきます。今回のセミナーを迎えまして、現在我々が置かれている背景ですが、科学技術、皆様ご存知のように科学技術に関する文章で、最近はオープンサイエンスという言葉が非常に目につくようになりました。でこれは一例としまして、第5期科学技術基本計画から取ってきた文章ですけれども、オープンサイエンスに関してこういった一つの説を設けて記述がなされております。でそこで述べられておりますのは、オープンサイエンスを推進していこうということで、ここに赤線を引きましたように、国は大学等の研究機関、研究者等の関係者と連携し、オープンサイエンスの推進体制を構築するということが述べられております。でこれはオープンサイエンスに興味を持つ我々としましては非常にありがたいことなんですけれども、それではその推進を具体的にどういうふうに進めていくかに関しては、また手探りの状況で我々が考えていかないといけない問題になります。で一つ、この推進するにあたって重要なプレイヤー、重要な役割を果たすものとしましては、やっぱり大学データを持っている大学の研究機関とか研究者ということが、挙げられると思います。でそういった、しかしながら現状としましては、オープンサイエンス、データをオープンにすることに対して興味を持つ研究者とはそれほど多くなく、まだ少数にとどまっているのが現状です。やはりそれを推進するにあたっては、インセンティブということが非常に必要ではないかと考えられるわけです。で例えば研究者はもともと研究を行いまして、でその研究成果を論文として発表するわけですけれども、なぜそういったことをするかといいますと、もちろん研究自身が楽しくて、自然がどういったような仕組みになっているかというのを究明していくということもありますし、論文を書くということに関しましては、やはり論文を書いてそれを世に問うということもありますし、論文を書かないと自分の研究成果として認められないといったことがあるからです。まあ、インセンティブが働いているわけです。で同じようなことがやはりデータのオープンに対しても言えるのではないかということが考えられまして、ここに対極的、局所的と書きましたけども、まあ、対極的もしくは内的なインセンティブですね、としましては、データをオープンにすることによって新たな知見や価値が生み出せますし、でそういったデータをオープンにすることによって、データをシェアすることによって科学技術の発展に、進展に貢献できるというインセンティブ以外にも、局所的もしくは外発的と言ってもいいかもしれないですけれども、まあ、馬に人参を与えるようにですね、成果に見合った処遇とか研究費が得られると、そういったインセンティブも考えていく必要があるのではないかというふうに思われるわけです。で仮にもしインセンティブ、こういったインセンティブの仕組みができたとしましても、研究者としてはやはりデータをオープンにする、どういうふうな形でオープンにしていくのかっていうのは、やはり慣れない、わからないもので、でそういったデータを公開するための具体的な方法に関しましては、研究者が独自で悩んでいるよりは、やはり書籍リポジトリなどで一定の経験を持つような専門家集団、ここでは図書館とか機関リポジトリの構成員のことですけども、のサポートを得まして、ルーチン化した方が良い結果が得られると期待できます。でこれは研究者にとってもデータをすぐ簡単にオープンにできるといった一種のインセンティブとしても捉えることができます。ですので研究者と図書館、機関データリポジトリ構成員との対話、それから共同が今後は必要になっていくのではないかということです。で以上のことを受けまして、このセミナーではこの5つのテーマにつきまして、各先生方からご講演をいただきまして、話題提供をいただきまして、日本におけます研究データのオープン化を図書館員、研究員の共同という観点からどのように推進していくことができるかというのを考えてみたく存じます。で最後のパネルディスカッションでは、ぜひ皆様方からの活発なご議論を通しまして、このセミナーのこの狙いを達成していただければと存じます。以上です。